皆さんちょっと元気ないですか今日改めましてこんにちは。こんにちは。ようこそお暑い中命がけで、お越しいただきましてありがとうございます。本当に暑いですね。今もう台風が来てるとか何とか言ってますけれども、なんかそういうのも思わせないぐらいカンカン照りで、日焼け対策してますか皆さん。日傘さしてますかね。ハハ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 一応なんか先輩という形で真ん中に立ってすっごい楽しくさせていただいたんですけれども、牧村の哲司さんとあとマノアちゃんと一緒に、3人でさせていただいたんですけれども、まあどちらかというとこうポップスを中心として、歌わせていただいて、まあ小袋の桜、小袋さんの桜であったり、2人のアイランドとかですね、あとまあ覚えてないですけどいろいろ歌わせていただきまして、すごく楽しいいい組み合わせになったんじゃないかなと思います。まあそんな中で一番最初にウィンディングロードっていうですね、小袋さんと彩香さんが歌われていた、3人で歌う歌があるんですけれども、それをこうハモリだったんですよ。ハモリってやったことあんまなかったんで、それもハモリハモってくださいって言われたのが1週間前だったんですね。で、音源をいただいてからもうずっとなんか大阪行ったりとかいろいろしてましたんで、なかなか覚えてなくて、当日になってもあんまりこうちゃんと覚えてなかったんですね。で、哲司さんから大丈夫なんて言われたりして、いや哲司さんハモってくださいとか言っていろいろ助けてもらって、で、一番年下のマノアちゃんから、ナヨト君、ここはこうだからこうしてもうお姫様みたいでね、もうずっとデビュー前から知って、もう妹みたいな感じで可愛いんですけども、ここはこうだから、もう頼りないから私ここ行くからそしてそしてって言いながらね、すごくまあ楽しい組み合わせになったんじゃないかなと思いますけれども、そういや小林さん、その T シャツ今日誰も着てこないからですね。だと思って俺着てんだよだと思って俺が着てんだよ。ありがとうございます。この間ね、ファンミーティングで自分がこう書いてやったあれなんですけれども、まあもうどん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 グッズも増えていくみたいなんで、まあもちろん楽しみにね、今制作中ですから、していただきたいなと思いますけれども、まあ最後の最後まで心を込めて歌をお届けしますので、どうか熱い熱いご声援をいただきますようよろしくお願いいたします。そして今日は、もう多分皆さんご存知の方々ばかりかなと思いましたんで、花田波人の曲のみのキャンペーンにしようかなということで、まあデビュー曲から、ずらっと今の、純情ホットトキスに至るまでの曲を、8ビートは抜いてお送りしようかなと。ワイトビートは幻の曲になりつつあるなということで、銀座のナビトナイトでしか聞けないんじゃないかっていうぐらいの曲になってますけれども、まあ皆さんに楽しんでいただこうかと思います。続いて聴いていただく曲は、セカンドシングルになります。5月の25日に発売になった、この曲は少し大人びた、曲になってます。永遠の1秒という曲でデビューをして、純度 120% の歌声というキャッチコピーでデビューをしてから、急にこうちょっと、あ、そうか、今はもう8月ですよね。そう、去年の5月に発売したので路線変えてね、なんかちょっと GS っぽい大人びた、そんな曲を皆さんに、まあ、可愛がっていただいたかなと思いますので、そんな掛け声も、ありますので、ぜひそちらでお付き合いをいただきたいなと。何笑ってるんですか聞いていただきたいと思います。偽りの唇、最後の恋、お付き合いください。ありがとうございます。偽りの唇、最後の恋、聞いていただきました。ちょっと後ろでマネージャーさん、変なことやめてもらっていいですかえ、嘘、5月の25
あ、最後の恋は9月の21。そうだそうだ。偽りの唇が5月の25ですね。最後の、今歌ったのは最後の恋が9月の21日に発売になって、4月の5日に発売になったんですね。順序をお届けさ、ね、訂正してお詫び申し上げます。ということで、GS 調の盛り上がる曲を聴いていただきましたけれども、まあ、先ほども言いましたけれども、この間は大阪の方で、ディナーショー、うん、T ショーとディナーショー、青山真さんと一緒にさせていただいて、来たよっていう方もね、あ、1、2、3、ありがとうございます。あの初めてのディナーショーでしたので、まあ、あの地元関西に近い、大阪で、させていただいてすごく盛り上がりましたね。ね、すごく皆さんに盛り上げていただいて盛り上げていただきまして、まあ、本当にこれから真夏が過ぎて、まあ、秋口にかけてまたいろんなイベントにも参加させていただく予定もたくさんありますし、まあ、来年の4月、昨日発表されたんですけど明治座で花園直美さんが、20周年、芸能生活20周年ということで直接お声掛けをいただいて初めてあの明治座の舞台に立たせていただくんですけど4月の18日の16時から僕は、出演させていただきます。よかったら、来年の春、まあ、ちょっと先になりますけれどもね、来ていただきたいなと。みんなで一緒に花園さんの20周年を、お祝いできたらなというふうに思っておりますし、まだ言えないイベントもたくさん眠ってますので、そちらも楽しみにしていただきたいなと思います。え、言っちゃったらダメだな、これ YouTube が撮ってるんで危ないですから。さあ、ということで続いて聴いていただく曲は、もう今日はお盆、休み初日ですね。皆さんなんかどこかに行かれますか、この帰省。お家に実家に帰ったりとかない予定ないですか。あの、ある？どこに行くんですか。軽井沢。ああ、いいですね。いや、とんでもない、いいですね。から軽井沢から応援しててください。軽井沢とか行きたいな。え、なんかまあふるさとに帰省するよとか、まあコロナが落ち着いてるから行くよっていう方もいらっしゃるのかなと思いますので、ぜひそんなふるさとの風景とか、ふるさとで育った頃の思い出なんかを思い浮かべていただきながらこの曲を聴いていただきたいと思います。ふるさとの景色、お付き合いください。ありがとうございます。ふるさとの景色という曲を聴いていただきました。実はというか普通に実はでも何でもない話なんですけど、あの毎週火曜日に、YouTube ライブというのをしてまして、見てくださってますかね。はい、ありがとうございます。ずっと22時からだったんですけれども、我々が終電になかなか間に合わないことが出てきましたので、1時間早めて21時から、放送に来週からなるんですけれども、来週のゲストが早草さん、が来てくださいます。もうずっとずっとお願いしてたんですけれども、ようやくこうね、もう本当に駿河山子さんにねなられるということですから、まあ、その早草さんと3人でさせていただきますし、8月はもしかしたらもう一方、後半の方でゲストが、来てくださる、あの方が来てくださるかなというふうに思いますのでぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思いますし、結構秋までゲストが決まってたりするんですよ。だいぶ先まで、ここなら出れるよっていう言ってくださったら、いつも見てるよっていうね、あの歌手の方もいらっしゃいますので、まあ、よかったらまあ皆さんもこの人呼んでほしいっていうね、まあ、そんな希望通りに行くか分かりませんけれどもそういうお便りも頂戴したいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。来週は21時からですね。で、ちょっと話変わりますけれども、この間長崎の原爆から何年ですかね、終戦から 78年ぐらいですかねになるのかなと。あと広島でもね、もうそんなに年月が経って、まあ、もちろん僕は生まれてないですけれども、あの入れ歯のおじいちゃんがですね、入れ歯のおじいちゃんが生まれたのがちょうど終戦直後だったんですね。で、それこそやっぱりこういうお話っていうのはずっと継承っていうのが、語り継いでいかないといけない話なのかなということでちょっとさせていただきたいんですけど、自分のおじいちゃんがお腹にいる時、
でそのおじいちゃんの お父さんだからひいおじいちゃんなのかな、ひいおじいちゃんがちょっと病気を持ってまして、戦地に行けないということだったんで、料理人をやってましたんで広島に、行ってたんですね。広島で戦ってらっしゃるその軍の方とかのためにこうお料理を作るために広島に行っててですね、でちょうどお腹の中にいたのかな、おじいちゃんが。お父さんのお腹の中にいないですよお母さんのお腹の中にいたね。でお母さんはその時大阪に、あのだからひいおばあちゃんは大阪にいたんですね。でお父さんに会いに行ったんですね、広島まで電車に乗って。で今日泊まっていくっていうことだったんで、泊まるっていう話だったんですけども、ちょうどお父さんがその次の日のお仕事が早かったそうで、早かったのかな、そうそうそう早かったのかなんか知らないですけれども、送っていくよっていうことで、あ、じゃあ次の日休みだったんだ、大阪まで送っていくよっつって、でも電車なんかないですから、その夜はね、だからその線路沿いでずっと歩いていくっつって、朝まで大阪まで歩いて、でちょうど、朝日か夕日か分かんないけど、ああ綺麗だねって言ってたのが原爆だったわけですね。だから本当にその時にいいお母さんが泊まっていたら、自分もねもちろんいなかったっていうことになりますから、なんかそういう奇跡的な話というか、まあそういうのも、まあ、この夏っていうになるとね、まあ、蛍の墓がテレビで放送されたりなんかしてますけれども、そういう昔のお話とかを改めてこう身にすると、なんかね、そういう人たちがあったからこそ今は僕たちが生きてるのかなという思いになりますけれども、まあそんな話はさておきまして、続いてはすごく盛り上がる曲を急にですけれども盛り上げていただきたいなと思います。今月は、高校野球がもう予選が終わりましたので、和歌山放送が復活になりまして、今月末8月の25日ですかね、和歌山放送にまた生中継に行ってきます。まあ今月はどこに行くのか、まあ海か山か、なんか夏を感じていただけるようなスポットに行きたいなと思ってますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいんですが、まあ、そのタイトルが既読に温度で中継中というタイトルになってます。まあ、そのタイトルにもあるように、今回はつんくさんに作っていただいたすごく大切なふるさとを思った一曲になってますので、ぜひぜひ、手拍子で盛り上げていただきたいと思います。既読に温度聴いてください。よっしゃ、ありがとうございます。夏にぴったりの紀伊国温度ということで、なんか今ファンの方がその東海地方の方で盆踊りに使ってくださるみたいで、ちょうど明日かな、東海地方の方でこの曲の盆踊りがね行われるみたいなんで、ちょっと動画も楽しみだなと思いますけれどもね、何もないですぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと思いますし、続いて最後に聴いていただく曲が今頑張っている純情おととぎすという曲なんですけれども、もうこの曲のダンスはもう皆さん、多分踊れるんじゃないかなと思います。大丈夫ですか、ぜひぜひ踊っていただきながらね、楽しんでいただけるそんな作品になっているのかなと思いますので、この曲で、最後に、皆さんに楽しんでいただこうかと思います。それでは聴いてください。純情ホトトギス。はぁ泣いてないぜ、泣いたって欲しいだってさよなら、はぁちゃうんだろう、いきます。はぁホトトギス、ほちょちょちょこちちちはぁホトトギス、ほちょちょちょほらこちちち。短い恋だとわかってりゃ恋じゃなかったろう、わかって。さすがご集まりいただきました、ありがとうございました。ハローでした、ありがとうございます。はい、どうもありがとう、ありがとうございました。はい、もう一度原田さんに聞いてみます。ありがとうございます。熱いですね。蛍光灯に近いから。脱げばいいんだ。いえ、脱いだらもう、華奢な腕なんで。してる。だからもうあの、
長袖しか着ないんですよ。なんか入れてんじゃないの？入れてるか。え？いや。鈴木亜希 YouTube チャンネルをご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。原田奈美子です。本当に今日も、大盛況ということで皆さんに盛り上げていただきましてありがとうございました。毎月毎月お邪魔させていただいているような気がするんですけれども、今日はお盆休みの初日ということもあってすごい暑いですね。まあ、台風も全国各地で猛威を振るっているというような情報も耳にしますので、ぜひぜひそちらの方もですねニュースをご覧になられてチェックしていただいて対象には気をつけていただきたいと思います。またまた、全国各地お邪魔させていただきますし、そしてまた鈴木亜希さんでも、キャンペーンをさせていただきたいなという願望がすごくありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてまた YouTube でもたくさん、見ていただいて、現地に来たかのようにですね楽しんでいただけたらと思います。そして今回4月の5日に発売になった純情ホトトギス、そして紀ノ国温度、まあカップリングの紀ノ国温度は今の時期にぴったりかなと思います。お祭りソングですね。この曲でこう日本中を、明るくできるようにこれからも頑張って歌っていきたいと思いますし、純情ホトトギスは引き続き純ホトダンスで盛り上げていただきたいと思います。またお近くに原田が行った際はぜひ会いに来てください。暑さに負けずに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。原田奈美子でした。バイバイ。